アームレスリング連盟からのお知らせです。7月から、ガッチリ隊の T シャツのですね、デザインを募集してまいりましたが、このほどやっとですね、デザインが固まり、皆さんにお披露目することができるようになりました。前回のデザインが平成26年からですね、使っているので、今回はですね、6年ぶりのリニューアルということになります。で、今回のデザインはこちらになります。皆さんいかがでしょうか。前面の部分についてはですね、デザインを公募しまして、大館市の竹村さんのデザインを採用しております。はい、バックブリッジにつきましては、歌手の高橋優さんのステージにですね書かれてあるモーフィスステージ、その字も書いたことのある秋田誇る書道家佐藤かなさんにガチ板を書いていただきました。ありがとうございます。今回の T シャツにつきましては本当にですね、非常にかっこよくできたものかなというふうに私自身も思っております。で、今回のガチリ隊 T シャツの黒ですね、これに関しては一般の方にも販売することが決定いたしました。値段は送料込みで4000円というふうになっております。ガチリ隊 T シャツ、このガチリ隊 T シャツをぜひ購入したいという方がおりましたら、概要欄にですね、申し込み方法を記載しておりますので、そちらをご参考にしていただきたいと思います。そして、たくさんの方に、ガチリ隊 T シャツ、新しいガチリ隊 T シャツを着ていただければなというふうに思います。第1回目の申し込み期限は10月の31日までとしたいと思います。で、それから作成しまして、できれば11月中には発送したいなというふうに考えております。それでは皆さん、たくさんのご応募をお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。